はい、6月生まれのお友達おめでとうございます。さあみんなおしゃべりしないでお話聞けるかな。おお、すごいね、静かになったね。ねえ、そうするとね、ここに立っててもね、お話がしやすいです。じゃあまずはじめに今月もどうしようかな、挨拶チャンピオンを発表します。今月の挨拶チャンピオンは桃組さんです。元気に挨拶できたね、素敵な挨拶でした。他のクラスのお友達もね、みんなね、元気に挨拶できましたよ。でもね、今月は桃組さんの挨拶が一番素敵だったな。さて、6月です。6月、もうすぐ日本にはある季節がやってきます。夏の前に、おお、みんなよく知ってるね。梅雨、プールって言った？ああ、そっか。梅雨って季節がある。梅雨って知ってる？みんな聞いたことある？梅雨になると何が多くなる？ピンポーン、よくできたね。雨が多くなる。ほら、6月のお誕生日おめでとうの壁に貼ってるのも雨だよね。もうすぐ日本には雨がたくさんたくさん降る季節が来ます。晴れと雨、皆さんどっちが好きですか？晴れの方が好きだっていう人、あ、これ多いね。雨降ってほしいな、プールも何にもやりたくないなっていう人、あ、プールやりたくない、雨降るとプール入りたくなっちゃうね。まあ、雨が好きだってお友達のが少ないですね。ねえ、みんなやっぱり晴れの方がいいよね。じゃあなんで雨なんて降るんだろう、嫌なのに。雨には雨の大切な役目があるからなんです。みんな、はい、雨が降らなかったらどうなっちゃうと思う？そうだね、お水出なくなっちゃうね。お水出なくなっちゃうとどうなっちゃうと思う？プールだけじゃなくてみんなも喉乾いた時にお水飲めなくなっちゃうよね。大変じゃない？夏暑い時に。それとか、みんなご飯食べてる人、お米食べてるよね。お米を炊いてもらってご飯食べてます。あのお米がなるためにはたくさんたくさんたくさんのお水が必要なんだって。水道高いではとてもとても足りないんだって。いっぱいいっぱい雨が降らないと、まあ降りすぎるとあれかもしれないけどね、雨がいっぱい降らないとお米できないんだって。いいかな、お米できた、ご飯食べなくていいか。やだよね、園長先生もやだ、いっぱいご飯食べたいもんね、美味しいご飯ね。そのためにはやっぱりね、みんなあんまり好きじゃないけど雨って必要なんですって。だから皆さん、園長先生から宿題です。よく聞いて、はい、みんなよく聞いて、園長先生からの宿題だよ。じゃあ雨の日どうやって遊ぼうか。お外行けない、プールできない、お家の中で、でもお外にいる時みたいにバーッと駆け回ったり、それからお部屋の中で自転車乗ったりできないよね。じゃあどういうふうにして遊ぶか、はい、よく考えてクラスで先生たちとお話し合いをして、どうぞね、今から来る雨の季節いろいろ楽しいんだよ、雨って。考えて遊ぶとね、よくみんなで考えて梅雨の季節を楽しんでください。はい、で6月生まれのお友達もね、雨に負けないようにいっぱい楽しんで遊ぼうね。
はい、おめでとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。